はい、おはようございます。今日は5月の19日、今は朝5時50分です。今日からですね、合気道デイが始まります。今は6時からのですね、朝稽古に参加するために今トビさんに送っていただいてます。で、今日は結構長い一日でして、朝6時の稽古と、その後ですね、パエ先生のちょっと観光にお付き合いしたりとかですね、その後パエ先生のセミナーとか、その前に、子供のクラスを教えるというような大きなミッションもあったりします。なんで、昨日までどうやって変わってね、今日からはもう合気道がっつりやるという感じです。で、夜もね、8時からご飯がみんなでね、イタリアに行くって言ってたのかな。なので、長い一日になりそうですが、頑張っていきたいと思います。まだ全然フレッシュですね。頑張ります。はい、ということで道場にやってきました。道場はミュンヘン中央駅からトラムですぐの場所にあります。周りはこんな場所ですね。なんか緑が豊かです。で、道場の隣は学生寮で、朝稽古の時にですね、声を出しすぎると苦情が来るらしいんで、ちょっと注意ですね、ここはね。はい、玄関が見えてきました。ああ、ここが合気道養心館ミュンヘンですね。長野先生が1991年に立ち上げたドイツ最大級の合気道道場です。先生が亡くなった後も会員数200名以上を有して、大勢の指導員がですね、指導を引き継いで稽古を毎日行っています。教職にもね、この時は指導員室に通していただきました。まあ、基本的にはここで着替えて、稽古に向かいました。ホワイトボードにね、特別クラスということで、16時半から私の子供クラス、18時半からパエ先生のクラス、特別クラスがあるよというような内容が書かれていました。で、道場はめちゃめちゃ大きいですね。日本ではなかなかありえないぐらいの広さになります。まずは大人の朝稽古から開始です。皆さん、私が来ることはご存知だったみたいで、とても温かく迎えてくれました。なるべく皆さんとお挨拶をしていきます。とても和やかな雰囲気で行われています。で、大人クラスの先生は誰なのかなと思っていたらですね、私が一番右に座るようにね、案内されましてですね、あ、これは俺かというふうに挙動っております。はい、誰も右に座らないということは、つまりそういうことかなということで、指導員役を務めることになりました。ひょこひょこと歩いていきます。子供クラスのね、指導は聞いていたんですが、大人クラスのね、指導もさせていただくとは思いもよりませんでした。ですがね、もうやる気はないということで、海外で合気道を教えるのは初めてなんですが、頑張ってみたいと思います。ということで、ここからは私の合気道の指導の様子をお伝えしたいと思います。最初は体操です。で、次は受け身なんですけど、体のコントロールも交えてですね、よく道場でやってる内容を皆さんにお伝えします。次は YouTube でも紹介している疲れない受け身、柔らかい受け身について紹介していきます。で、全部で1時間15分の稽古なんですが、序盤はですね、基本の確認から入っていきます。兄弟子でもあり先生でもあるね、クリス先生とよくやっていた、構えが強くできているかチェックする方法ですね。これをまず皆さんにお伝えしていきます。あとは正座法をね、この 1,2,3 のプロセスがあるんですが、この途中の状態であっても強く保つ方法とかですね、こういったものをご紹介していきました。で、ミュンヘン道場のやり方と我々のやり方ってやっぱ違うと思うんですよね。なので、なんかその正しい方法を上書きするというよりも、そのチェック方法を提供して客観的に証明できるより強く安定する方法っていうのをお伝えしていきました。で、次は技を見据えてですね、基本動作の変形を練習していきます。
この時はね、もうこの技やるぞというのを考えて逆算してね、必要な基本動作を学んでいきます。でこれはオーストラリアの修道館ですね、ジョー・タンブ先生の道場で学んだ方法です。これは皆さんいつもと違う進め方に戸惑って、いらっしゃいましたが、それでもね、一生懸命取り組んでくれるというのが印象的でした。と技に入っていきます。でまずは手順を中心にお伝えしていきます。でまずはみんなに投げてもらって、その後ですね、聞かせる方法っていうのをアドオンしていくような流れです。で道場のね、黒帯のメンバーと一緒にパイ先生の技を研究して、そこから得た内容とかをここでは追加していきました。最初は皆さん聞くだけという感じだったんですが、徐々にですね、質問もいただけるようになってきました。でこの日は黒帯の方が多かったので、どんどん新しい技にも挑戦していきます。皆さんと組みながら、皆さんの技の傾向をね、見て、そこから改善の方法を追加でまた提供していくという流れです。例えばこの当て身だけで崩す方法とかね、合気道の技の動き一つ一つが相手を崩す方法すべてつながっているので、このあたりをね、自分なりの考えを持って伝えていきました。何が正しいかというところよりも、このやり方は効くぞというところを皆さんにかけて信じてもらうしかないわけですね。で力ではなくて脱力で崩していくんだよっていうのを相手にかけてですね、それで相手に効くというのを、理解してもらってます。まあこの脱力っていうのもなかなか難しいので、僕の中ではその息を吐くっていうふうに定義していて、それをね皆さんにお伝えしてきました。ということでなんとか終了ですね。終わった後皆さん笑っていたので、満足していただけたんじゃないかなと思います。途中からね、大変トイレはもう楽しかったですね。この一言につきます。終わった後は皆さんと朝ごはんに行きました。ステメロビッツさんですね。発音違うと思いますが。で朝ごはんだけじゃなく、ケーキとかパンとか本当にたくさんありました。ここでラス先生のおすすめのものを言われるがままにお願いしました。ケーキとかめっちゃ重そうですね。来たのがこれですね。すごい量でした。オレンジジュースが生搾りなんでめっちゃうまかったですね。コーヒーは普通。皆さんと話してたんですが、朝稽古の参加目的がこの朝食になっている方もいるそうです。はい、ということでご飯を食べて次の稽古に向かいます。朝10時半からですね、2時間目の稽古となります。今日は休日だったので、朝稽古メンバーも再度参加していらっしゃいました。めっちゃ気合入ってますね。この時間も再度指導させていただくことになりました。2回戦の開始です。今回も手短にクラスの様子をご紹介できればと思います。このクラスでは最初基本動作をブラッシュアップするということで、無限塾でよくやる腰の向きの修正、矯正ですね、これをやってきました。パイ先生にね、私が指摘されるやつなんで、完璧にできるわけじゃないんですが、やっぱり体が柔らかい人の方がね、姿勢が安定するんで、合気道の技もどんどん強くなりますよね。この後はね、抵抗する相手を基本動作で崩す工夫をしていきました。受けが抵抗しても動けるような中心力を意識した基本動作というのを今回テーマにしていきました。ここでもね、披露する私はですね、慣れた日本の生徒さんじゃないので、
皆さんの前でね失敗するわけにはいかないわけです。言った通り聞かせられるかというのが常に真剣勝負。うまくいかないと指導が破綻するんで、めちゃめちゃプレッシャーでした。誰に対しても聞かせられるようにならないと、やはり指導というのはできないなと改めて思いましたし、まあ、これは日本に戻ってもね、さらに意識していかなきゃいけないポイントなのかなと思いました。また新たな気づきとして、他の師範と違ってですね、私は受けが得意なので、受けをしながら教えられるというのも強みだと思いました。でぶっちゃけ見てもわからないことも多いんですよね。なんですけど、受けてみるとしての改善点がわかるというのがよくあります。なるべく積極的にしてをやるだけじゃなくて、受けて、細かいフィードバックをしていきました。まあ、こんなね自分の強みも気づくことができたように思います。そこで気づいたポイントを皆さんに、共有していくというのがこの時の流れでした。ここでは腰の力を相手に伝えるために、まあ、腕を曲げずにね、投げましょうという話をしていきました。皆さん素直な心で学んでいただけるので、教える側としてもねとても気持ちよく教えることができました。はい、毎回ねトビーさんが写真を撮ってくれます。稽古が終わったらすぐにですね、パエ先生のホテルに移動してパエ先生をお迎えしてですね、観光案内に先生3人と一緒に行きます。腹ごしらえということでお昼ご飯を食べます。ローベンブロイケラレーベンブロイケラああ知ってます。あそれか、あそうなんだ。ご存知の方もいらっしゃいますかね。あそういうことなんです。レーベンブロイというビールがあるんですが、そこの直営のですね、ビアホールになります。近くは醸造所がいっぱいあってですね、レーベンブロイエリアですね。まあ、休日ということもあって昼間からめちゃめちゃ賑わってました。まずはビールで乾杯です。で私はもちろんノンアルです。皆さんも多分ノンアルな気がするんですが、どうなんでしょう。ドイツ人にとってはビールは水みたいなんですけどね。ああ美味しい。今が旬の白アスパラガスをいただきました。パイ先生もとっても喜んでいらっしゃいました。マヨネーズの次回ね、オランダソースにつけていただきます。噛むとね野菜の甘みと若干苦み感じますね。とても美味しかったです。でそこから 2,3 時間ですかね、市街地を散歩しました。少し歩くだけで歴史的な建造物が現れるのでとっても見応えがあります。これはプロピュレーンというものですね。ノイシュバンシュタイン城を作ったルードヴィヒ2世の前の1世が作ったものになります。これはミュンヘンレジデンツ、かつての王宮ですね。今は博物館等になっているようです。フェルトヘルンハレ、過去ナチスドイツにとっても象徴的な場所だったそうです。あとはバイエルンの政府庁です。真ん中以外が戦争でね壊されたようで、真ん中の歴史的な建造物と両サイドのガラス張りのね建物がなかなか特徴的でした。あと川でサーフィンしてる人いました。なんかめちゃめちゃ賑わってましたね。でも面白いんですかね。はい、観光を終えて私は子供の稽古あるので急いで道場に戻ります。ということで子供の稽古が開始です。でこの日はこのクラスだけで20人以上の生徒さんが稽古に励んでいらっしゃいました。全体で100名ぐらいいらっしゃるんですかね。めちゃめちゃ多いです。学校でがっつり体を動かすことがないそうなので、学校の体育的な位置づけでということでこの日もね、エクササイズたくさんやりました。小さい子も多くて、まあ合気道というよりは遊びの一環なんですが、そこでね、しっかり技とか芸能とかを学んでいただきます。で子供クラス上がりの生徒ですね、ティーンエイジャーの方がですね結構いたので、その人たちがサポートしてくれて実はとっても助かりました。子供クラスは英語で通じたんですが、このクラスは英語わからない子が多かったので、日本語をね、あやさんとかハーフの子に通訳してもらいながら進めていきました。あとはゲーム、思いつかなかったんでだるまさんが転んだをしました。ドイツにはないようなんで、まあ手探りでしたね。なかなかうまくいかなかったなと思います。明日以降リベンジですね。
はい、その後すぐにですねパエル先生の特別クラスが始まります。ちょっと休みたくなってきましたが頑張ります。明日のセミナーでがっつり稽古をやるんですが、その前のね2時間の稽古を行いました。でここではね基本動作とか、あとは脱力に関する内容が中心で、脱力というテーマがねこの体の大きなドイツの方々と一緒にやる中ですごく重要なテーマでもありました。はい、ここではね、パイ先生のセミナー内容はこれぐらいにしておいて、次の動画でまたお話をできればと思います。今日の稽古はこれで終わりです。長かった。okay. ということで、このまま帰宅するのではなくて、夕飯に誘っていただきました。結局滞在中毎日違うね、種類のご飯を食べられたので、めちゃめちゃ嬉しかったです。今日はイタリアン、おしゃれですね。トラットリア・サンベンノというところでした。で実はこの時もう時差ボケでですね、本来なら日本の深夜なわけですよ。なんでもう眠気マックスです。はい、先生も同じはずなんですがタフですね。マリー・ルイーズ先生、めちゃめちゃでかい瓶で飲んでましたが、これがノーマルサイズだそうです。パーティーは23時頃まで続きました。この後パエ先生をお送りして明日に備えて寝ました。お疲れ様でした。先生、寝っ、はい。